超びっくりして納得できない。菊池美香のショート。真剣じゃ見てるじゃん。17話で6人目が出てきたの。でね、真剣じゃって筆で変身するのね。なんか多分ガラケーの先に筆がついてて、それでキャラクターごとに一人一人文字を書いて変身するの。でね、6人目の選手はね、お寿司で変身するんだよ。だからガラケーのパカパカの閉じた状態がお米でシャリで、最後にネタを乗せて一貫献上って言って変身するの。超びっくりして納得できない。で、世間は？世間は別にそんな騒いでないんだって。デカブレイク出てきて寿司だったらどうする？食べる。